Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive.皆さんこんばんは。サムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです。8月1日、ね、もう夏真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうね、まあまあプリマベーラとしてはやっぱり7月、まあ、常に怒涛の時期をこうせわしなく動いてるわけなんですけど、まあ先日ね7月の 24.24、まあ、インスタでも公開してますけど、トリのバースデーがあって、そしてそうね、まあ、7月の10いつだっけな、18かな、17か、17には、サッカーの公式戦があり、まあ、それ前回もちょっと話したんだけど、まあ、まあそこからねヒデさんが監督として就任され、まあとはいっても、うん、仕事の都合で東京を離れてたってだけで、まあ復帰っていう感じかな。でなかなか引き締まる相手といい試合ができたのかなと思います。でそこからね俺が加熱してるのがねボランチ論、もう勝手に自問自答してるんですよ。まあ、その日はボランチで使われて、まあボランチしかないということで、ボランチって結構俺ボランチできますっていう選手ってなかなかやっぱりみんなやっぱやりたがらないし、ボランチってね、ボランチっていう職業なぐらいもう異質、特殊な感じするんですよ。だからボールを持てると思ったら勘違いだと思うね。ボールをやっぱりさばくためには持つ時間は限りなく少ないし、本当に舵取りでどん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 ボールをこう繋いでいかなきゃいけない。だからボランチで取られたらもう決定的なミスにつながるわけですよね。ボランチってすごい難しいポジションだなっていう、まあ案の定自分には向いてないのかなっていう日々を過ごしてますこの1週間で。まあドリのバースデーに関しては、まあ、もっとできたんじゃないかなと個人的に思ってるわけなんですよ。まあ、あれでよかったのかなと、もっと何かできたことはあるんじゃないかなっていうのも、まあ日々の反省、まあ反省がないと次行かないからね、まあそんな思いで過ごしてます。さてこの番組ではフットボールクラブプリマヴェーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見やさまざまな挑戦など裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わずエッジの効いた発信をしていきたいと思います。なかなかこうサッカーが割とこう、まあコロナのこともあってね、ちょっとこう活動を縮小しなければいけない部分もあったけど、もうこれからはウィズコロナの時代だし、積極的にヒデさんも復活されたことなので、復活というか復帰というか、なのでちょっとこう本腰を入れてサッカーの、まあ、拡充充実をしていかなきゃいけないなと思います。そんなチームのメディアコンテンツ、サムリーブスオンベラ FM、 どうぞ最後までお付き合いください。The fallen leaves let the tree thriveThis program is brought to you by Warlocks. さてさて今日もメッセージが届いております。皆さんありがとうございます。ペンネームせんべい侍さんからいただきました。ついつい完食をしてしまいますと。ケンさんは仕事の合間とかに食べちゃったりしますか。まあこう事務職とか OL さんとか会社オフィスの中にいたらあんまり動かないから、なんか逆に食べちゃうのかなとか、なんか誰々さんからの差し入れですとかなったら、なんかついつい手伸ばしちゃったりするのかもしれないけど、割とアクティブに外で動いたりとか、うん、多分前も話したと思うけど、お弁当を作ったとしても食べる場所がないっていうぐらい、なんか公園で食べるの寂しいしみたいな、あんまりこう時間がこうね本当にバタバタっと動いてるので、多分食べてないっていうか食べないんです。これ本当に食べないんです。仕事の合間とか食べたいけど食べてない。うん、だからせんべいとかなんかポリポリしたいなと思うけど、あんまり食べないですね。続いてペンネーム菜の花トマホークさんからいただきました。最近イライラが止まりません。
思春期だからですかね、とせっかくの夏休みなのにどうやってこの思いを、この思いをぶつけたらいいのか分かりません。ケンさんはイライラすることってありますかって。もうそんなんね、イライラしかないよ。もうしょっちゅうイライラしてる気がする。でもやっぱイライラをなるべく見せないように。なんか一人がイライラしてて、そいつがなんかまたねイライラ、極端な話、じゃあ俺がなんか仕事でイライラした、それを練習に持ち込んでなんか最初から不機嫌でイライラしたら、結局関係ない周りまでイライラするというか気を使う。いや、おかしくねってそれを思うわけよ。だし、まあ些細なことから、まあこう見えてかどうかわかんないけど、そんなに年を食ってしまうと、もう小さなことから納得いかねえぞと思う時があるんですよ。それこそ、あまりないですけどね、飲食店で店員さんとやり合ったり、まあその辺に関してはもうね、風太がもうクゼさんはすぐバチるからって言われちゃうんだけど、この前もね、まあ、バチってはないよ、バチってはないけど、ちょっとおかしいんじゃないかなっていう部分があったわけですよ。俺は納得いかないよっていう、そういう感じなのっていうのを、まあちょっとタカシとアトリに聞いたわけですよ。これって正解なのかと。そんな偉そうに聞いてるわけじゃない、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思った節があって、二人に聞いたら、本当に二人が二人とも、まあ、若いからしょうがないんじゃないですかっていう、だんだんね成長させていけばって。いや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 、もちろん気持ちはわかります。すごい寛大な心です。なんかまるで俺が心が小さいぐらいの気持ちなんですけど、まあ、そこで問われる疑問としては、じゃあ若いから許されるのかとっていうところもあるし、なかなかその辺のこうせめぎ合い難しいなと思ってます。なのであんまり言わないように、高橋と取るに任せようかなと。あの老害と思われたくないんで、ね、なかなかその辺のバランスを考えつつ、これからも頑張っていかなきゃいけないなと思います。ぜひぜひ皆さん、メッセージ、質問何でも結構なので、インスタグラムからお問い合わせください。最後にクラブ情報をお伝えします。とその前に、フットボールクラブが農業に参画するグリーンプロジェクトについての今をお伝えするフィールザグリーン。今回のテーマは食なんですよ。グリーンプロジェクトではね、毎月クッキングチャレンジって言って、まあ、畑で食事を作り、その作り方をインスタグラムで配信しているわけなんです。まあ、なぜそんなことをしているのかってよく聞かれるんだけど、まあ、それはね、食事っていうものがね、衣食住の中に入る、まあ、人間のこう核なわけですよ。で結局人間のエネルギーっていうのは口から、食からエネルギーを取らなきゃいけないんで、すごい重要なわけですね。まあ、人類はね、こう大量生産っていう技術を手に入れたわけよ。そしてコストを下げざるを得ないというか、下げる必要から、まあ、化学調味料だったりとか、まあ、開発され、まあ、残念ながらその中にはね、やっぱり人体にこう良くないものも、まあ、少なからずある、むしろ多いんじゃないかと。私たちは意識的に食を選ぶ時代に生きているわけなんです。と言っても、まあ肉は絶対に食べないとか、まあ、化学調味料入りのもの絶対に食べてはいけないとかいうわけじゃなくて、まあ、グリーンプロジェクトはね、もう基本的にオープン、あれはダメこれはダメというのはもう堅苦しい食事はもう一切求めず、もう常に最高の食事とは、もう多様な食材を最高の環境で食べることなので、もうなんだろう、あの畑で食べる食事って、まあ順次も順次バーガーでやってくれたけど、やっぱりね、じゃあその辺で食べるハンバーガーと自然の恵みを感じながら、あの雄大な緑に囲まれて食べる、全然違うわけなんですね。まあジャンクフードだって高カロリーだって、まあ食べ過ぎなければいいんじゃないかなと。一応まあサッカー、フットボール選手、フットサルもそうだけど、選手であり指導者でもあったりするので、ね、ブクブク太るわけにはいかないわけですよ。まあ、最新の科学ではね、人間は五感全てで食事を美味しいと感じているっていうのがね、まあ立証されているわけです。舌からこう感じる味覚だけでなく、こう目で見る料理の色とかさ、見た目で、鼻から感じる香りや風味、
どのような場所だったりとか環境で食べてるのかっていうことをこう肌や耳から感じて、まあ、その上、まあ、食事をするとともにやっぱり、まあ、気の知れた仲間、まあ、そういうのも全てがね、全ての要素が整って美味しいっていう判断基準になっているわけだと思うんですね。それこそなんか鳥のさえずりや、まあ木の風や木がこう揺れる音だったりとか、まあ、青空をゆっくりと流れる雲とかね、アウトドアでしかこれは味わえない開放感なんですよ。だからこそやっぱりその中で食べる美味しいっていうのはね、グリーンプロジェクトの得意分野というか、まあ、そこがこう肝なわけですね。まあ、正直ね、虫が嫌いな人にはきついというか、まあ中には虫も長く付き合ってると可愛く見えるっていう説もあるけど、俺は嫌い、単純ただ単に嫌い、すごいうざいなって思います。だけどそれも含めて自然でしょとね。まあみんなコンクリートジャングルに生きてるから、ぜひ、まあ、たまにはグリーンプロジェクトでこう違った環境に身を置くっていうのも大事なのかなと。ぜひ興味のある方はグリーンプロジェクトまでお気軽にご相談ください。そしてそして、8月はね、サッカーもフットサルも実は公式戦がないんです。なので、まあ、しっかりとこの夏の暑い時期に汗を流して鍛え上げる夏にしないといけないと、そんな2022年夏で、さらに実は今日8月1日は2022年、描け未来のコンセプトビデオ第4弾が公開になってるわけです。第3弾は、まあ、見どころとしては勝のなんだろう、南米熟語のイントネーションだったでしょ。これ第4弾の見どころはもう最後のたかし、これ猛烈にかっこいいから、マジでかっこいい、もうそこだけでも見てほしいぐらい、これはもう一見の価値ありでしょと思ってます。まさかこんなだったんだっていうのを、まあ俺もこうデモを見て、うん、やべえっていう感じがありましたね。まあインスタを見てもらうと分かるんですけど、ニュース23 ではね、ヒデさんと俺の対談形式というか、まあ MC がよく回してくれたなと思う。まああれは本当に長いありきだなと思います。まあ質問や投稿メッセージの問い合わせはインスタグラムのメッセージかメール、またはサムリーブス動画にコメントする形でも結構なんで、お気軽にお問い合わせください。さてサムリーブスエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ベアライフ M サムリーブスいかがでしたでしょうか。またラジオの前でお会いしましょう。ドロービングフューチャー、お相手はナビゲーターのケンでした。グッドラック。